それでは、高木先生に引き続きまして、ライフサイエンス統合データベースの利用法ということで、ライフサイエンス統合データベースセンターで研究員をやっております、川野というのがやらせていただきます。でまずこの講義は、とても巧妙な先生方が、講義されるので皆さん、ご存知の先生ばっかりだと思うんですけど、私は、ただの研究員なので自己紹介をしたいと思います。で私は北海道大学というところを出まして、ドクターまでそこにいたんですけど、そこでは、酢酸菌というすごいマイナーな微生物、これはセルロースっていう、セルロースを合成する、細菌なんですけども、それの研究をやってました。でその後に、京都大学の、科学研究所のバイオインフォマティクスセンターというところに、移って、そこでは、当社のバイオインフォマティクス研究をやってました。でその後ちょっと会社に入って今の、ライフサイエンス総合データベースセンターというところにいます。で北大の時は何をやってたかっていうと、こういう、これだと思うな、こういう、細菌、これが菌で、これがこの菌が作ったセルロースですけども、このセルロースの整合性、の酵素をですね、昔ながらの、遺伝子を増やしたり潰したり、そういうような、分子生物学の研究をやってました。で培地で培養するとこういうふうに、培地の表面上にセルロースができて、で生成するとこんなような形になるんですけど、皆さん、よくナタデココというのを聞いたことあるかもしれませんが、ナタデココっていうのはこの酢酸菌が作ったセルロースのことを、ナタデココといって、食べ物として売っています。酢酸菌がこういう、本当かどうか分からないんですけど、セルロースの、整合性の複合体というのを作ってまして、これの、タンパク質を潰したりだとか、こういうふうに、生成して構造結晶解析なんかをやってました。で、こういう研究はですね、一個一個の遺伝子を潰したりとかして遊んでてもよかったんですけど、生物はこのタンパク質だけを作ってるわけじゃなくって、いろんなタンパク質の中のうちの一つを潰したりして遊んでるわけで、それが生物の中で、生物全体の中でどういう意味が持ってるんだろうっていうことが興味を持って、それならばゲノムみたいなことをやんなきゃいけないんじゃないかなと思って、バイオインフォマティクスという学問があるということをちょうど知りまして、そこに行きました。でそこではですね、京大ではですね、セルロースはお砂糖なので、お砂糖をやってただったら、糖鎖ですね、人間の、皆さんよくご存知なのは血液型糖鎖 ABO の血液型糖鎖の、この血液型糖鎖はご存知だと思うんですけど、これの、研究をしろということで、それの研究をやっていました。糖鎖の場合は、DNA とかタンパク質と違って、 DNA やタンパク質は一つの、リボソームですとか DNA ポリメラーゼっていう一つの装置がずらっと連続的に、基質を合成していますけども、糖鎖の場合は一つの、糖をくっつけるのに一つの酵素を使いまして、そしたらこの、そのタンパク質の組み合わせが分かれば、その最終的に作られる糖鎖の酵素が分かるんじゃないかというようなことを、仮定をして、そういう、遺伝子発現プロファイルから糖鎖構造を予測するというような研究をやっていました。で今は、ライフサイエンス統合データベースプロジェクトというところで、先ほど高木先生から紹介あったような、ライフサイエンス分野のデータを、まとめたり、それの啓蒙をしたりとか、そういうようなお仕事をしております。で、まず、最初にライフサイエンス統合データベースプロジェクトっていうのを簡単に紹介したいと思います。で、これはさっき高木先生のスライドにあったのでいいと思うんですけども、いくつか、我が国に限らないと思うんですけども、ライフサイエンスのデータベースにいくつか問題があって、どこに何があるのか分かんないだとか、大型プロジェクトが始まるときには、なんか新聞とかにドカーンと載って、大騒ぎになったりするんですけど、結局、5年ぐらい経ってみたら、結局あれは何だったのみたいな、成果公開が不十分であったりとか、あと先ほどに、
先ほどの話にもありましたように、まあ、作りたい人が作りたいように作っているので、まあ、使う側は非常に使いにくいような状況になっているので、まあ、それをどう使いやすくしていくかと、まあ、あと、そういう専門のデータベースを作ったりとか、そういう、まあ、作るのは、まあ、結構楽しい作業なんですけど、まあ、それを維持していくのはまた大変で、まあ、そういう、データベースを作ったりとか維持、またアノテーション、まあ、そのデータベースをアノテーションとかキュレーションとか中のデータをきれいにするような人材が不足しているということで、まあそういう問題点を解決するためにやっているようなプロジェクトです。で、まあどういう取り組みを具体的にやっているかというと、まあ、ざっと10個ぐらい挙げたのがありますけど、まあ長期的な視点に立った、データベース戦略の充実や、まあ、所在や利用法の整備、あと文献と、データと文献情報の知識との連携、統合されたデータベースのさらなる研究開発、あと人材育成、アノテーションの実施、あとプロジェクトとか終わってもお金がなくなっちゃったら、データベースの更新とかできなくなるっていう場合も結構あるんですけど、まあ、そういうような一時困難になったデータベースの受け入れですとか、まあ、あと今あるデータベースのメンテナンスを支援する体制、また新しくデータベースを作るときの、支援する体制、あと、まあそういうそれに付随したバイオインフォマティクス研究を促進するような体制というのを、まあのに取り組んでいます。で、まあ、これも先ほど似たようなスライドがあったと思うんですけど、まあ、基本的な考え方としては、統合データベースの構築っていうのは何か一つのゴールがあるわけじゃなくって、まあその時々の、時代とかそういう研究環境によって変わっていくので、まあ、完結しないプロセスであると。で、まあ、最終的に一つのなんかこれがザ統合データベースみたいなのを作るんじゃなくって、まあ、研究のあくまでも研究開発の生産性向上させるために、作る、実験とかそういう研究する人が、うまく仮説生成できたりとか知識発見できるような、ものを目指すと。あと今現在まだ、うまくデータベース化されてないようなもの、先ほど、そういうオントロジーとかそういうような話もありましたけど、まあ、そういうような、ものとか画像ですね、論文の中には絵とかそういうのいっぱいあるんですけども、そういうものをどうやって扱っていくかとか、そういうものもうまく扱っていけるように、やっていこうと。で、あと、まあ、我々は研究開発、まあ、その統合化に必要な研究開発をやるんですけども、あくまでもサービス事業者で、まあ、だからデータを預けてもらって、そのデータを勝手に使って研究したりとかってことは基本的にはしないということにしています。で、まあ、そういう方針で先ほどの、10項目に当てはめてみると、まあデータ共有のルール作りですとか、後ほどデモで紹介しますけど、カタログサービスや、まあ、統合 TV といったようなサービス、3番目の、知識の連携では横断検索とか、まあ、アリーといったような、サービスをサービスしています。まあ、その他にも、人材育成は講習会をやったりですとか、あと、プロジェクトに人材養成の機関が何機関か携わってもらいまして、まあ、その時の講義に使った、まあ、講義資料を提供したりですとか、まあ、あと、アノテーションツールの提供、まあ、あと維持困難になったデータベースの受け入れとして、まあ、データベースアーカイブというものを作っています。で、まあ、下の3つっていうのは、データベースの支援とか、研究開発っていうのは今まで JSP の BARD っていうプロジェクトがあって、まあ、そこが主に、やってたんだと思いますが、これはちょっと先の話になりますけど、まあこのプロジェクトは、今年度で一応終わりで、一応来年度から、まあ、新しいプロジェクトが始まる予定で、まあ、そこは、今までの、我々の文部科学省の統合データベースというところと、先ほどの3つの、下の3つの、課題をやっていた JSP の BARD というところが一応1つになって、まあ、新しい統合データベースプロジェクトというのが来年度から始まる予定です。で、まあ、最終的には、まあ、文部科学省だけじゃなくて、こういう、ライフサイエンス系の、研究をやっている省庁は他にも、まあ経産省とか厚労省とか農水省とか、まあ、ありますので、まあ、そういう4省庁、最終的には4省庁を合わせた
ような、まあ、統合データベースを作っていきたいとように考えています。で、まあ、ちょっと話は逆転してますけど、これが今の現在のプロジェクトの体制で、まあ我々のライフサイエンス統合データベースセンターというのを中心に、他の JST ですとか、カズサ DNA 研究所とか、まあ、奈良線、長浜バイオ、茶の水、女子大、東大、あと旧大とか、まあ、京大とか、そういういろんな機関に、プロジェクトに携わってもらって、この生命科学のデータベースの統合化というものを進めています。で、まあ、我々はライフサイエンス統合データベースセンター、データ、英語で書くとデータベースセンター for ライフサイエンスと、まあ、言ってまして、まあ、JAX と DBCLS と言ってるんですけど、まあ、これはライフサイエンス分野におけるデータベース統合化の拠点で、2007年の4月に、できました。で、今、先ほど、先生のお話にもあったように、東京大学の、まあ、本郷キャンパスの、まあ浅野地区という工学部12号館に、曲がりしてますが、東大の機関ではありませんので、結構よく間違えられるので、あくまでも、曲がりしてるだけで東大の機関ではありません。で、情報システム研究機構というところに、の下の機関で、まあ、情報システム研究機構というのは何かというと、まあ皆さんご存知のところでは国立遺伝学研究所 DDBJ とかある、そういう研究所とか、まあ、国立情報学研究所とか、まあ、そういうような、国立の研究所が独立行政法人化するときに、作ったような、組織の下の組織として、2007年の4月にできた組織です。で、まあ、ここまでがセンターというかプロジェクトの紹介で、まあ、ちょっと今の、研究を取り巻く環境というのをちょっと見てみますと、まあ先ほどもお話ありましたようにハイスループットな測定装置がどんどんと出てきました。まあ、次世代シーケーサーとかマイクロアレイとか、まあ、質量分析系とか、まあ、そういうようなどんどん次々とデータを出すような装置が出てきて、まあ、それに伴って、まあ、どっちが先かは分かんないですけど、まあ、大型プロジェクトっていうのが、まあ、ヒトゲノムプロジェクトとか千人ゲノムプロジェクトとか、まあ、メタゲノムとか、まあ、そういうような、大型大規模なプロジェクトが推進されるようになりました。まあ、こういうどんどん、データが出てくるような時代になったということです。またそれに輪をかけてですね、またオープン化の波っていうのが、まあ、これはライフサイエンスに限らないんですけどもやってきてまして、まあ、オープンアクセス運動ということで、まあ、オープンアクセスジャーナルが増えてきたと。バイオメットセントラルとか、プロス、パブリックライブラリーオブサイエンスとかっていうような、まあ、もうオープンアクセスでしか出せないような雑誌が出てきたりだとか、まあ、あと雑誌によっては、まあ、オープンアクセスオプションっていうのを選べて、まあ、著者がお金を払えばそれをオープンアクセスにして、もう、読む人はタダで読めるというような、そういうオープン化の波がやってきています。またこれはアメリカの話ですけど、確か3年か4年ぐらい前に NIH っていう、まあ、グラントを出している機関があるんですけど、まあ、そこのグラントをもらってやった研究で論文を書いたら、その論文はもう、ただで全部公開しなきゃいけないっていうような法律がアメリカでできて、まあ、それによっても今どんどんと論文が、ただで読めるような状況になってきています。あと、まあ、ライフサイエンス以外では、まあ、Web2.0 とか言い出したティム・オライリーという人が、まあ、オープンガバメントとか言い出して、まあ、政府の、データを全部オープンにしようとか、あと、まあ、ウェブの仕組みを作ったティム・バーナーズ・リーという人が、まあ、とにかくローデータを公開してくれれば、まあ、いいことがあるから、とにかくローデータを公開 しましょうというような運動をやっています。でこれがその、ローデータを使って、やった何かやった例なんですけど、まあこれも、ティム・バーナーズ・リーというか紹介してたんですが、イギリス政府が公開している、自転車の生データっていうのがあったらしいんですけど、まあ、それと Google マップを組み合わせて、それ自転車事故のデータを、マップ上に表示して、まあ、どこそこの通りで事故が多いと。というような地図を、まあ、これは第三者が作ったと
というものです。でまあ、これはあの生データを政府が公開してたってことが重要で、まあ、政府がこの絵を公開してもいいんですけど、まあ、この絵からはあの、場所情報っていうのを逆抽出するのは大変ですし、まあ、例えばその生データにはあのいつっていう情報がもしかしたら入っているかもしれないので、またそういういつっていう情報を使って違うサービスを組み合わせるとまた違うものができるので、とにかく、生データを公開するとまあ、誰か賢い人が、それとまあ別のものを組み合わせてまた、思いもつかなかったようなそのデータを出した人が思いもつか、つかなかったようなことを、まあ、できるようになるということで、あのティム・バーナーズ・リーっていう人もとにかく生データを公開しましょうというようなことを言っています。でまあ、オープンガバメント、ちょっとあの話はそれなんですけど、あのオープンガバメントっていう意味ではあの日本もちょびっとあのやり始めてまして、例えば文部科学省は、こういう塾議掛け合いっていうようなサイトを作って、まあ、例えば学校評価ガイドラインはどうあるべきかっていうような、まあ、掲示板形式でなんか討論をして政策を決めていこうっていうような、ところらしいんですけども、まあ、こういうふうに我が国の研究費を使いにくくしている問題点は何かということをまあ討論して政策に反映させていこうという試みがなされています。これはあの多分登録さえすれば誰でも書けるので、まあこういうところで意見を言うとまあどんどんそういう科学政策も変わっていくかもしれません。でこれも、先ほどあったと思うんですが、まあ、とにかく今ライフサイエンスの世界では情報爆発っていうのが起こっていて、データ爆発してるし論文の数は爆発してるしデータベースも爆発していると。でこれは、今年の4月ぐらいのネイチャーに出てた図ですけども、まあこの、一番下の濃い部分が、いわゆるジェンバンクとか DDBJ とかっていうそういう公共レポジトリに収められている配列の数で、その上の、水色のが、ゲノムプロジェクトで読まれた、塩基の数ですね。で、まあ、これが、これがトレーサーアーカイブと、まあ、ちょっと今回は触れませんけど、そういうもののデータ で、この紫の部分が、まあ昔はショートリードと言ってたんですけど、まあ次世まあ、いわゆる 次世代シーケンサーで出てきた塩基数でもう、これがドカーンといっちゃって、でこの実はこの右横にですねこのグラフを縮小したものがあるんですけど、このシーケンスリードアーカイブに入っている塩基数っていうのはもうこの縮尺にしてもここまでの高さにいっちゃうぐらいのデータが出てきていると。ちなみに、これは確か100万塩基読むあたり100万塩基あたりにかかるコストだったと思いますけど、2000年ぐらいには1万ドルかかってたのが、まあ、2010年にはまあ100万塩基読むのに1ドルぐらいで済んじゃうというような状況になっています。まあ、あとあのパブメドで参照できる論文数っていうのは、まあこれ昨日調べたところなんですけど、あのパブメドのあのこのアントレのところで入力するところでオール鍵括弧フィルターって入れると、まあデータレコード数が何件あるのか調べられるんですけど、まあ、これ昨日やった時点で、パブメドには1989万件の論文が入っていて、パブメドセントラルっていう、まあ、全文が読めるようなものは、199万8000件入っているので、もう、パブメドに入る数は2000万件パブメドセントラルに入ってで読める文献も200万件も今年中に超えるでしょうと、まあ、そんだけ、論文の数も爆発してきているという話です。で、まあ、データベースも、まあ、いっぱいありまして、あの、ヌクレイックアシッドリサーチっていう雑誌がありまして、まあ、それが、毎年1月にですねデータベース特集号っていうのを出してるんですけど、まあまあ、そこを見ると今まで紹介されたようなデータベースのリストがずらーっと出てきまして、まあ、今年出たのでだいたい1200本ぐらいで、この NAR に投稿されたのが
1200ですから、まあ、ここに投稿してないものだとか、まあ、分けるとまあ1万ぐらいは超えるんじゃないかっていうようなデータベースの爆発も起きています。まあ、こういうふうにまあ情報がどんどん爆発していっているので、まあ、現代の研究ではまあ情報検査の能力が非常にまあ 重要になるんじゃないかなと、思います。で、まあ、そこであの情報を検索するというときに出てくるのが、まあ、検索エンジンというものなんですけども、まあ、検索エンジンというのは情報の収集、そしてインディクシング、検索という、まあ、3つの要素で成り立つシステムで、まあ、大きく分けて2つのタイプがあります。1つはあのディレクトリー型といって、まあ皆さんはまあもうご存じないと思いますけど、昔の Yahoo というのが、例えば、まあニュースっていうカテゴリーがあって、その下に、新聞とかテレビとかそういう、そういうふうにカテゴリー、まあ、コンピューターのディレクトリー構造みたいに、そういうカテゴリー分けして、その中にサイトを人手で登録していくっていうような やり方をやっていました。で、まあ、センターのサービスでいうと、DB カタログがこれに当たります。でもう一つがあのロボット型って呼ばれるもので、まあ、これがあの Google ですとか、まあ、センターのサービスでいうと横断検索に当たるようなものです。まあ、検索の仕組みを簡単にまあ説明しますと、まあ、こういうような文章がまあったときに、まあ、最初に、まあ、日本語の場合ですと、あの英語の場合ですと単語ごとにスペースがあるので単語の切れ目というのはすごい分かりやすいんですけど、日本語の場合はそういう単語と単語の間に切れ目がないので、まずまあ、どこからどこまでが単語かみたいな分かち書きとか形態素解析とか、まあ、N グラムっていうような方法で、まあ、ある程度その文を区切ってあげて、でインディクシングっていう操作をやります。まあ、例えば、文章の一番には人っていう単語が出てきたら1回、ゲノムが出てきているので1回、遺伝子っていうのが出てくるので1回、で文章2には霊長類っていうのが1回、ゲノムっていうのは2回出てきてまして、遺伝子っていうのが1回出てきましたよっていうのは、こういうような、インディクシングをして、でもまあこれに対してあのユーザーが、ウェブインターフェースを通じて、質問を投げかけて、例えばゲノムってあの検索すると、まあこの文章1から3全部にゲノムっていう単語が入ってるんですけど、まあ、例えばまあ、これもスコアリングの付け方によるんですけど、あの文章2にはゲノムという単語が 2回出てきたので、まあ検索エンジンで質問すると、まあ、その結果を返してくれるというのが、まあ、検索の一連の流れになっています。で、まあ、先ほどの、データの加工ですけど、あの人ゲノムには約2万の遺伝子がっていうのを、まあ、例えば形態素解析っていうのをしてあげると、形態素解析っていうのは、まあどういう辞書を使うかによって、まあ単語を区切るのが分かれるので、使う辞書によるんですけども、例えば、まあ、人っていう単語とゲノムっていう単語と、まあ、こういうふうに分かれたりだとか、まあ、人ゲノムっていうのが一つになったりだとか、まあ、そういうようなまずデータの加工をしてから、日本語の場合にはインディクシングということが行われます。で、まあ、文章の場合はこういう、文章を分かち書きしてあのインディクシングすればいいんですけど、あの文章じゃなくて、まあ、図とかそういう、まあ、配列とかそういうものになると、なかなかこういう方法じゃ検索できないので、まあ、どうするかっていうと、メタデータっていうのをつけます。まあ、メタデータってのはまあ皆さんご存知でしょうけど、まあ、メタデータっていうのはデータのデータで、まあ一番下の方に書いてあるんですけど、まあ多分見えないと思うので後で見てもらえばいいんですが、メタデータを作成する目的は主に検索が実行されるたびに、検索の対象となるデータの性質を読み取り、検索結果に含めるかどうかを判定するのは著しく非効率であり、あらかじめ、検索を行いやすい状態に加工しておいてデータ検索用に整理しておくためのものであるということで、まあ、あらかじめ、まあ、そのデータならそのデータがどういうデータであるか、まあ、文章でもその文章がどういう文章であるか、あの
図だったらその図がどういう図であるかっていうことを、まあ、あらかじめあのメタデータっていう形で、まあ、キーワードみたいな形で書いておいて、まあ、それに対して検索すればあの文章だけじゃなくって図とか、も検索できるようになります。まあ、でメタデータって嬉しいことっていうのはよくわからないものをまあ簡単に説明してくる、まあ、自分に必要なものかどうかっていうのをもうデータ全部を見なくても判断できると。で、まあ、検索しやすくなって、まあ配列をあのデータを全部検索する必要はなくって、まあ、何かの配列を欲しいって言った時には配列の中身を見るんじゃなくてその配列のメタデータだけを見てあげればいい。で、まあ、画像とか動画とかあの音声とか音楽なんかはもうそもそもメタデータがついてないと検索できないと、ということになっています。で、まあ画像あのそういう動画とかの世界では、まあ、例えば YouTube とかニコニコ動画とかそういうところではあの、まあ、メタデータをタグと呼んでいるようなところもあります。で、まあ、バイオインフォマティクスではどういうふうに使われているかというと、まあ、先ほどからの話にあった通り、まあ、データベースはいっぱい、どんどんできたのでどこにどういうデータベースがあるかわからないってことで、まあ、データベースにタグをつけて、まあ、このデータベースはどういう生物種のデータを扱っていて、中にはどういうデータが入っていて、まあ、どこで作っていてあの URL は何でっていう、まあ、そういうメタデータをつけて整理するというようなことがやられています。まあ、これがあの我々の DB カタログというも呼ばれるもののサービスに相当します。まあ、あと、まあ、一般的にバイオの世界で一般的には生物の暗号を人間に理解できるようにということで、まあ、あの分子生物学で出てくるデータっていうのは多くは配列とか数値データなので、まあ、その配列を説明するタグをつけるっていうようなことがよくやられます。まあ、これはまあ白地図にあのこの場所がまあ東京都ですよとか、まあ、そういうような説明をつけるのと基本的に同じ感じです。で、まあ、検索ができればまあ万事 OK かっていうと、まあ、そういうわけでもなくてですね、まあ、例えばあの皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、ロングテール現象っていうのが世の中にはあります。まあ、よく知られている例では、まあ、本屋の売上とアマゾンの売上、まあ、本屋はこの上位 20% の商品からまあ 80% の売り上げを上げるような感じですけど、まあ、Amazon の場合ではこの、ロングテールの分から売り上げを上げているというような、現象のことをまあロングテールと言います。で、まあ検索の世界にもこのロングテール現象っていうのは起きていて、まあ、みんながアクセスしやすい情報っていうのはもう上位に固まっていて、まあ、例えば全体のそのウェブ全体の情報から見れば生命科学っていうの情報っていうのはまあどっちかというとテール側に入るので、そのテール側の情報にどうやってアプローチするか、まあ、例えば私なんかは糖鎖の研究をやってましたけど、まあ、例えばヒアルロン酸とかっていう糖鎖で Google 検索するとそういう生命科学の情報っていうのはほとんど出てこなくて、なんか怪しい、サプリメントとかそういうものしか上位にヒットしてこないんですよね。で、まあ、そういうものがこっちにあるんですけど、まあ、いかに、この辺のデータにアクセスするかというような、問題があります。まあ、このテール部分にアプローチするには、まあ、どういうものがあるかということで、まあ我々のセンターでもその辺の、うまくテール部分にアプローチできるような検索方法なんかを、まあ、まだ完全ではないですけど、まあ、そういうのを目指して、開発を進めています。でまあ、一つは検索対象を絞るっていう方法が一つあって、まあ、これはクックパッドっていう、レシピのサイトの例ですけども、まあ、このレシピに特化することでもう料理をなんか材料があって料理をこの材料で何を作ろうっていう考えた時に、まあ、ここに来れば Google 検索でキャベツとかググってもこういうレシピってなかなか出てこないと思うんですけど、まあ、ここで調べればレシピがちゃんと出てくると、まあ、例えば、
まあ、なんか最近流行りの食べるラー油とかで調べるとレシピがまあ500件ぐらい出てきて、まあ、その中からまあ好きなの選んで、本当に柿の種で食べると美味しいのかどうかよくわかんないんですけど、まあこういうふうに、検索対象を絞ることで、まあ自分の欲しい情報に、テール部分にアクセスできるようになるという方法が一つあります。で、まあ、特別の方法として、まあ、これはあの皆さんよくご存知の Amazon で、レコメンデーションシステム、推薦システムというのがありますけど、まあこの本を買って、この本を買っている人はこの本も買っていますというような、紹介の仕方も、まあ、一つできるのかなと思います。まあこの遺伝子に興味がある人はこの遺伝子についても研究していますみたいな、まあ、そういうようなシステムが作れればいいのかなと思います。まあ、でセンターの方でも一部、統合ドッグっていう、高木先生のところの助教の岩崎さんっていう方が作られているサービスがあるんですけども、まあ、それはあの皆さんがお持ちの文献をあの、まあ、この統合ドッグっていうので解析するとこの文献を読んでる人はこの文献を読んでいますみたいなあのそういう文献の推薦機能がついた、サービスもやっております。まあ、他にはですねあの、まあ検索ヒットの関係性を図示するみたいな感じで例えばこれあのスパイシーっていうのサイトであの高木先生を検索するとですね、まあ、Google で高木先生あの高木俊久って検索してもあの東大教授とかそういうのがずらっと、まあ、リストされるだけでその関係性っていうのは分からないんですけど、まあ、こういうような、まあ、これはあの人物に特化したあの関係性を示すようなサイトですけどもこういうのを見ると、まあ、例えば、まあ、高木先生とあのこの松原先生という人と関係があるとかそういうような人間関係っていうのがあのその人と人との関係が見えてくると、まあ、これもあの人じゃなくて例えば遺伝子と遺伝子の関係を見れるような検索システムが作れればいいんじゃないかなということで、まあ、その一つの例としてはあのカズサ DNA 研究所でやっているカズサアノテーションというのが、まあこの遺伝子とこの遺伝子にはつながりがありますというようなそういうアノテーションの付け方をやっているようなサービスがあります。まあ、あとは、まあ、ソーシャルネットワークみたいなこういう、まあ、日本でいうとミクシーみたいなのがあってで、まあ この、この画面の下の方にですねあのコミュニティみたいなのがあってその自分の、興味のあるコミュニティに属しておけば、まあ、そのコミュニティに特化した情報がどんどん入ってくるというような、仕組みですとか、まあ、アメリカの方ですと、まあ、Facebook とか最近では Twitter みたいなのが流行っていて、まあ、こんな人も Twitter をやっていて、まあTwitter は、まあ、いろんな人からどんどん情報が自分の、タイムラインに流れてくるんですけど、まあ、みんなが言ってたらきっと重要なことなんじゃないかなと思って、まあ興味があってもなくてもクリックして見る気になるみたいなそういうソーシャルフィルタリングっていうのがかかるので、まあ、そういうのも使って、情報テール部分にアクセスするのも、ようなサービスもできたらいいなと思っております。で、実際にですねこのライフサイエンス統合データベースプロジェクトで、提供しているサービスについて、紹介していきたいと思います。で、まあ、これがあの先ほど紹介のあったトップページで、まあ統合データベースかなんかで、ググっていただくと、多分トップに来るんじゃないかなと思います。で、まあ、いくつかのカテゴリーに分かれてまして、まずポータル系のサービス、これはあの先ほどの、検索サイトのディレクトリ型のサービスに相当するようなものであのデータベースのカタログですとか、あと学会協会のカタログですとかプロジェクトのカタログなんかを、載せています。でその下に検索サービスっていうのがありまして、まあ、横断検索、まあ、これいわゆる Google 型の検索そして、まあ、横断検索ですとか、その他にもあのパブメドの情報を利用した検索するような、そういうサービスも、提供しています。でその下にはあのデータベースがありましてこれはあの各プロジェクトに参加していただいている各参加機関が、まあ、それぞれ、
作ったデータベースを集めたようなもので、まあ、例えばカズサ DNA 研究所で作っている、カズサアノテーションとかカズサマートとか、まあ、兄弟で作っているゲノムネット医薬品データベースとか、まあ、そういう、各参画機関で作っているデータベースが集められています。で、上に戻ってこの、真ん中の上はこのアーカイブサービスで、まあ、先ほど言いましたように、まあ、維持困難になったようなデータベースを、まあ、このアーカイブサービスで、保全するようなサービスですとか、まあ、次世代シーケンサーのデータを、登録する先に、まあ、日本の場合は DDBJ というところがあの、DDBJ リードアーカイブというサービスをやってまして、そこに、まあ、次世代シーケンサーのデータを登録すると、まあ、その登録窓口というのがあります。まあ、その下には、プロジェクトで開発している、ツールとかサービスがありまして、まあ人体の 3D 画像を描画するような、まあボディーパーツ 3D アナトモグラフィーというようなサービスですとか、あと、まあ、微生物ゲノムアノテーションパイプラインの MyGap というサービスなんかを提供しています。でまあ、その下が共通基盤技術ということで、まあまあ、どっちかっていうとこの、ウェブサービスをウェブサイトを通じて使うっていうよりは、あの API とかそういうのを使って、データベースのデータにアクセスしやすくするっていうような、サービスを開発しています。でその下には、まあ、教材人材育成というのがあって、まあ東方 TV っていうようなあのデータベースの使い方を動画で紹介するようなサービスですとか、あと ModDB っていうのはこの講習会とか あと講義の資料なんかを集めているような教材なんかを集めているようなサービスもあります。で、まあ、その下にはまあ、このプロジェクトでどういうことをやってますよっていうような、まあ、いうような、まあ、情報公開のリンクがここにあります。でまず、最初にですね、この教材人材育成の統合 TV というのをですね紹介したいと思います。でこれはまあ、もしかしたらツールの名前とかをググると結構最近は上位に来たりするので、ご存知の方もいるかいらっしゃるかもしれないですけど、まあ基本的にはデータベースとかツールの使い方を動画で、まあ、実際に紙とかに、まあ、よく、何々の使い方っていう、本とかあったりするんですけど、まあ、そういう本とかだとなかなか実際にどこをクリックしていいのかわからなかったりとか、あと、まあ本を書いてですね出版される頃にはもう画面が変わっちゃって、もうどこをどういじればいいのか、まあ、初心者には分からないっていうような状況があったので、まあ、そういうのをなくすために、まあ、動画で実際にどこをどうすればどうなりますよっていうようなことを紹介するようなサービスになっています。まあ、例えばストリングっていう、サービスがあったらですね、まあ、この動画の画面が出てきて、ポチッと押していただくと、ちょっと画面の大きさがあれですが、まあ、こういうふうに、字幕の説明付きでこの、ツールはどういうツールで、どこを押せばどういう操作ができて、でまあ、結果はどういうふうに保存するみたいな、そういう、使い方の動画を紹介しています。というのが一つで、まあ、もう一つは、動画の使い方とかじゃなくて、この講義とか、まあ、我々講習会やってるので、その講習会の、時の動画も、紹介してまして、まあ、例えばこれは
今月の4日に日大で講習会をやった時に、カズサ DNA 研究所の藤沢さんという方に、実際にこのカズサマートっていうのを作っている藤沢さんという方に、その説明をしていただいたんですけれども、まあ、そういう、講演ですとか、まあ、講習会の動画も配信しているので、もし興味があれば実際に開発者の声が聞けたりとか、します。で、まあ、これが統合 TV というサービスで、実はですね、このプロジェクトで提供している各サービスの使い方も、統合 TV で紹介してまして、例えば、こういうサービスの横にこのテレビマークがあるサービスっていうのは、このテレビマークをクリックしていただきますと、そのサービスに相当する統合 TV のページに飛んで、まあ、実際に動画を見て、どういう使い方をするのかという、説明を見ていただくことができるようになっています。なので、まあ実際、今日はもうとても全部は紹介できないんですけども、もし興味がある、サービスがありましたら、このテレビマークをクリックして、実際に動画を見ていただくか、その横に紙マークがあるんですけど、これはパンフレット、まあ、学会とかで配っているパンフレットがあるので、まあ、実際に簡単に、ごくごく A4 1枚なので簡単なものですけども、まあ、どういうサービスでどういうことができるのかっていうのが分かるようになっているので、そちらも参考にしてみてください。では、そんなに長くやってもしょうがないので、いくつかサービスを紹介したいと思いますが、一つ目はデータベースのカタログサービスっていうのがポータルっていうところの一番上にあって、まあ、これはもう完全にデータベースのデータベースという形になっています。で、この皆さんから見て、左側ですかね、左側に、分類、簡単な分類がされてまして、例えば生物種、大腸菌のデータベースにはどういうものがありますよとか、そういう、生物種でたどったりですとか、あとデータの対象ですね、 DNA とかタンパク質とか、そういうどういうものがデータベースの中に入っているのか、対象で選んだり、データベースを、探すことができるようになっています。で、それぞれのデータベースをクリックしていただくと、例えばプロドムっていうデータベースだと、URL がどこで、中には、どういうデータベースで、中にはどういうデータが入っていて、どこで作っていて、簡単な説明があって、あと実際に動いているかどうかっていうことも、チェックしています。実際にサーバーが止まってたりすると、こういうふうに何日間サーバーが止まってますよみたいな情報も調べることができます。こういうふうにカタログを階層的にたどっていくやり方が一つと、もう一つはこの分類の上に検索窓があるので、ここで、例えば、適当に DR とかシアノバクテリアとか入れて検索してあげると、こういうキーワード検索もできるようになっています。これはそれぞれの、データベースにつけたメタデータに対してキーワード検索をやって、シアノバクテリアのデータベースには例えば SciORF っていうデータベースがあって、どこどこがサービスしてますよっていうようなことが、調べることができるようになっています。っていうのがデータベースの、データベースカタログで、今だいたい、
800ぐらいだったかな、800ぐらいのデータベースが入ってると思います。でその他にも学協会どういう、どういう分野にどういう学会があるのかとか、まあ、あと主要プロジェクト一覧、大型プロジェクト、主に大型プロジェクトで、まあ、どういうプロジェクトが何年から何年まであって、で、まあ、その成果のデータはどこからダウンロードできますよとか、そういうような情報がまとめられています。予算も書いてあります。で、まあ、どういう人がどういうことをやったかっていうことが簡単に、まとめられていて、まあ、でデータ、このプロジェクトで出たデータっていうのはどこから公開されているので、ここに行けばデータ取れますよっていう情報が載っています。データダウンロードサイトに行けば、データこのプロジェクトで出たデータを、ダウンロードすることができますというような案内をしています。では、まあ、カタログサービスになっています。でその下の、まあ、横断検索っていうのは、まあ、ここをクリックしていただいてもいいんですけど、一番上の四角の箱に何かを入れて検索すると、自動的に横断検索がかかるようになっています。で例えばここに、高血圧とか、まあ、適当なキーワードを入れて検索していただけると、まあ、ちょっと画面がちっちゃいので、変な表示になってますけど、まあ、この真ん中に、その検索結果が出てきて、まあ、これは全てのデータベースに対して検索した結果が出てくるんですけど、まあ、それぞれのデータベースに何件ヒットしたかっていうのがこの、左側に、出てくるようになっています。でここで見ていただきたいのは今高血圧っていうキーワードを検索したんですけども、まあもちろんこのヒットしたところが黄色くなってるんですけど、まあ、もちろん高血圧でもヒットしてきてるんですが、この高血圧を、英語に翻訳したハイパーテンションでも、引っかかってきています。これは検索システムの内部に京都大学の金子先生という方が作られているライフサイエンスディクショナリーというのを使っていて、まあ、なので、日本語でキーワードを入力しても英語でキーワードを入力しても自動的に、翻訳してくれて両方で検索がかかるようになっています。で、これは今全体のデータベースで、まあ、ちょっとまだ出てくる順番も適当なのであんまり嬉しい結果は出てこないんですけど、まあ、その左側の横のデータベースを、限定してあげることでより、自分の欲しい結果が得られます。まあ、例えば文献の、まあ、タンパク質拡散酵素って、まあ、今年で休刊になっちゃったんですけど、まあ、そういうタンパク質拡散酵素の記事で、高血圧が出てくるものっていうのは49件あって、でこう横をクリックしてあげると、まあ、その記事がずらずらっと出てきます。で実際に、この記事をクリックしていただくと、まあ、その記事全文が、読めるようになっています。まあ、他にも科研費の報告書ですとか、科学新聞の記事なんか、まあ、あと学会用紙とか、特許の文章とか、まあ、そういう、主に文章の中からこの高血圧っていう入っ、キーワードが入っている文章を探すことができたりとか、この下の方には今度は文章じゃなくて分子のデータベースですね、タンパク質のデータベースとか DNA のデータベースの中で、まあ、高血圧、日本語で入っていくことはなかなかないでしょうけど、まあ、ハイパーテンションという単語が出てくるエントリーを、まあ、まあ、例えばファントムのエントリーでハイパーテンションで出てくるエントリーはこういうものがありますというような、
分子のデータの中からも、分子のデータも合わせて検索できるようになっています。まあ、こういうふうに、まあ、とにかく何か興味あるキーワードを入れてみて、検索すると文章と自然文と、分子のデータベースを、まあ、まとめていっぺんに検索してくれるっていうのが、まあ横断検索というサービスになっています。で、他にはですね、まあ、皆さんに役に立ちそうなところでは、まあ、PubMed っていう、文献のデータベースがありますけども、まあ、それを利用して作った、このまず ALI っていうサービスがありまして、これは何かっていうと、まあ、生命科学に限った問題じゃないですけど、まあ、こういう専門分野になると略語っていうのが多く出てきます。で、まあ、自分の専門領域の略語はもちろん知ってなきゃおかしいんですけど、例えば今はもう、研究分野っていうのはものすごい細分化されているので、まあ、例えば隣の分野に行ったらもう、その略語の正式名称が何かわからないっていうことが、まあ、多々あります。まあ、なので、まあ、そういう略語が、まあ、どういう正式名称であるかということを検索するようなシステムがこのアリーというものになります。まあ、例えば、ですね、まあ、SPF とか入れて検索してあげると、まあ、これはすごくごく簡単な例ですけど、まあPubMedの文章中に出てきた回数順で並んでまして、まあ、SPF っていうのは、まあ、スペシフィックパスジェンフリーっていうのが、まあ、811回出てきていると、まあ、その他にも S フェイズフラクションというものの略称で SPF っていうのが使われたりですとか、あとサンプロテクションファクターっていう、まあよく日焼け止めで出てくる SPF50 とかっていう、そういう、SPF の略称も使われているっていうことが分かります。まあ、なので、まあまあ、略称でも、まあ、略称、まあ、自分の知らないなんか略語が出てきたら、まあ、これを使って検索していただくと、まあ、生命科学、まあ、パブメドなので生命科学に特化した、その正式名称が出てくると。また逆に正式名称を入れると、どういう、その正式名称に対してどういう略語が使われているのかというのが分かるので、何か、どういうふうに略したらいいかわからないときには正式名称を入れて、逆にどういうふうに略されるのが多いのかっていうのを調べることもできます。まあ、これがALIっていうサービス でもう一つが、INMEXES っていう、これは、PubMed で出てくる、センテンスのですね、どういう語順、まあ、だからどういうセンテンスが多く出てくるかっていうのを検索するものです。これは論文とか書くときにすごい、重宝するかなと思います。まあ、例えば簡単な例ですと、例えばアソシエイトとか入れると、まあ、アソシエイティットに続く前置詞は論文中ではどういうものが多いのかっていうのを頻度順に並べてくれるので、まあ、これは、まあ、ごく簡単な例で当たり前なんですけど、まあ、アソシエイティッドに、続く前置詞は with が多くて、まあ、それが、166万回、パブメドの中にこの並びが出てきたということが分かります。実際に、これリンクになってまして、これをクリックしていただくと、先ほどの、兄弟の金子先生の作られているライフサイエンスリクチャーに飛んで、まあ、実際に、どういう、文脈の中でこういう単語が出てきたのかということを、見ていただくことができるので、実際の、例文が見れるので、まあ、こういうふうにこの表現をこういうふうに使うんだなということが、このINMEXESっていうサービスを使うと、分かるようになっています。これは多分論文を書くときとかに、まあ役に立つんじゃないかなと思います。もう一つはですね、
カズサ DNA 研究所で作ってる、まあ、カズサアノテーションというのが先ほどあの違う見せ方ができるっていう話をしたんですけど、まあ、これは何をやってるかっていうと、ジーンインデキシングっていうことをやっていて、それはあの、まあ、ちょっと普通のアノテーションはどの遺伝子がどういう機能を持ってますよっていうことをやるんですけど、これはちょっと違っていて、どの遺伝子がどの論文に何回出てきましたかっていうことをあのひたすらアノテーションしています。なので、まあ例えば、何かの遺伝子について知りたいと思って、その遺伝子を検索すると、まあ、機能とかは出てこなくて、論文どの論文に何回出てきたかっていうのが出てくるので、その出てきた回数が多い論文はきっとこのその検索した遺伝子に重要な言及をしているに違いないと思って、まあ、そういう頻度順に上から出てくる回数が多い順に、論文読んでいけば、まあ、その遺伝子に関する概要が分かるというようなことをやったりしています。またあのその論文の中に複数の遺伝子が出てきたときに、その遺伝子と遺伝子をつないで、まあ、そういう遺伝子のネットワークなんかを作ったりとかして、あのそういうネットワーク解析、文献を介したネットワーク解析みたいなこともできるようになっています。まあ、カズサでもカズサマートっていうのを作ってまして、これは何かというと、まあ、マートシステムっていうあのデータ、まあ、マネジメントシステム、あの遺伝子とかのデータを、まあ、簡単に取り出すような仕組みとして、まあ、マートシステムというのがあるんですけど、まあ、それの植物に特化した版の、マートを作っています。まあ、こういうマートシステムを使うと何ができるかっていうと、まあ、例えばあのデータベースを選んで、まあ、カズサマートの場合は植物に特化してるんですけど、まあ、あの本家のバイオマートに行けば、もっといろんな人のデータとか、酵母のデータとかも、入ったりしているものもあります。例えばこれで、まあ、カウントとすと、まあ、今このシネコシスティスっていう生物には3725件の、遺伝子が登録されていて、でこのフィルターっていうところで、その遺伝子、自分の興味のある遺伝子だけに絞ることができます。例えばですね、サブクラスに、すいません、ちょっと今適切なキーワードが思いつかないんですけど、まあ、何かキーワードを適切なキーワードを入れて、あのこのカウントってところを押すと、まあ、そのキーワードに対応した、遺伝子だけが残って、例えば100個あれば100件に絞れて、でこのアトリビュートっていうところで、何をその遺伝子の何を表示するかっていうのを選びます。で例えば、今あの選ばれているのはジーン ID とジーンシンボルとディスクリプションをあの表示しなさいってことなので、それが表示されています。で例えばこのアトリビュートっていうところを選んで、まあ、例えば GC% を表示しなさいとか、 あとペプチドの長さを表示しなさいとか、まあ、そういう表示項目をあのつけたり消したりしてですね、あのリザルトボタンを押すと、まあそういう情報をまとめ取りすることができます。でこれで、まあ、ある程度自分の欲しい情報だけに、欲しい遺伝子の欲しい情報だけに絞れたら、このファイルっていうところで、まあ、ファイル形式を選んであげて、CSV とか XHTML とか選んであげて Go っていう Go ボタンを押すと、あのこの結果全体をダウンロードすることができるようになります。またこういうあのフィーチャーだけじゃなくって、配列情報も取得することができて、まあ、例えば、自分の興味ある遺伝子の遺伝子配列を欲しいというときには、このジーンというところをクリックして、リザルトボタンを押すと、まあ
マルチファスター形式で、結果がずらずらと出てきます。例えば、まあ、なんか発現制御の研究とかするときにマイクロアレイとか取って動いた遺伝子の上流100配列だけを取っていきたいっていうときにはこういうフランプっていうのを選んで、例えば上流100配列がアップストリームフランプ100とか入力して、結果を表示させると、目的とする遺伝子の上流100ベースだけを表示するっていうようなこともできるので、まあ、こういうふうにしてとある基準で、フィルターをかけたデータの中からデータから自分の欲しい情報項目の情報だけを取り出す、まとめて取り出すということができるようになっています。で、他にはですね、MI ギャップっていう微生物のゲノムアノテーションパイプラニングっていうのも作ってまして、まあ、これは実際にアセンブルしたゲノムを放り込んであげると勝手に、遺伝子領域を予測して、まあ、その遺伝子予測された遺伝子領域はどういう機能を持っているかということを、まあ、ブラストとかを使ってアノテーションをつけてくれて、まあ、その結果をまとめて返してくれるというようなサービスです。で、これはそれぞれの個別の方の実験データっていうのを入力するので、一応 ID を取得してもらって、その ID を使ってログインして、使ってもらうサービスになっています。まあ、その他ですね、プログラムとかする方はこの統合ウェブサービスっていうのがありまして、これはいろんなデータベースがそれぞれのフォーマットで、まあ、API もそうですけど、API もそれぞれのアクセスの仕方っていうのは、まあ、それぞれのデータベースによって違って、まあ、それじゃ使いにくいっていうことで、そういうアクセスの方法を一本化しようっていうようなサービスになっています。まあ、こういうふうにですね、REST のサービスだと、まあ、例えば、まあ、統合 WSDBCLS.jp の後に .jp エントリーの後にデータベース名を入れて、あとエントリーの ID を入れて、まあ、フィールドを入れて、その後ろにドットでフォーマットを記述すると、そのフォーマットで結果が返ってくるというものになります。で、例えば、まあ、ユニプロットの、ヒューマンの A1 なんだかとマウスのエントリーを、くださいって言ったら、まあ、こういうふうにプラットファイルで返ってくるんですけど、これの配列だけをくださいというときには .faster というのを後ろにつけてあげると配列だけが返ってくるようになります。で、これはユニプロットだけじゃなくて、例えばジェンバンクでも .faster ってやればファスターファイルが返ってくるっていうように、データベースを意識することなく同じ書き方で、データを取り出すことができるようになっています。まあ、パブメドもこのPMID のエントリーはこういうものなんですけども、これのオーサーズっていうのはこういうふうになっていて、まあ、例えばこれを JSON 形式とかしているときには .json っていうのを後ろにつけてあげると JSON 形式で結果が返ってくるというふうになっています。で、あと、まあ、それで簡単なプログラムを書くことで、まあ、エントリーのリストを入力すると、まあ、ループを回してそのリストの配列を全部自動的に取ってくるとか、そういうような、使い方ができるようになっています。で、まあ、ちょっとあんまりまとまりがなくて申し訳なかったんですけども、まあ、大体こういうようなサービスを、プロジェクトでは作ってサービスしています。